IMF 国際通貨基金は世界の貿易が深刻な分断状態に陥った場合世界の GDP が長期的には最大7%減少する可能性があるとの分析を公表しました限定的な分断の場合でも GDP は0.2%押し下げられるとしています IMF のゲオルギエバ・セムリジュは分断化がもたらすリスクについて 経済や国家の安全保障という名のもとに行われる政策介入が意図しない結果を招く可能性があると指摘しています。